芋の死だ石塚古墳は山口県豊富市芋寺町にある古墳。豊富市指定史跡に指定されている。山口県南部、豊富平野中央部の微高地に築造された古墳である。これまでに墳丘東側は墓地化しており、墳丘は大きく作兵を受けている。江戸時代には石室が開港していたとみられ、現在は石室内に大師像が祀られる。 噴景は明らかでなく、現在は、東西約16メートル、南北約7メートル、高さ約4.5メートルのみを依存する。主体部の埋葬施設は、横穴式石室で、南南西方向に開口する。原室、全室の二室と沿道で構成される、九州系の複室構造の石室である。石室原村長10.7メートルを測る、山口県内でも、 有数の規模の石室であり、石材には花崗岩の巨石が使用されている。副装品は明らかでなく、墳球頂部からの末期変一点の湿度のみが知られる。築造時期は古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。古墳域は1969年に豊富市指定史跡に指定されている。石室原室から右奥に全室、沿道を望む。 主体部の埋葬施設としては、横穴式石室が構築されており、南南西方向に開口する。原室、前室、沿道からなる複室構造の石室である。石室の規模は次の通り。原室の奥壁には一枚石が使用され、側壁には巨大な規定石が使用されて3から4段積みで構築される。この原室は、山口県内でも最大級の規模になる。 沿道は一部が崩壊している。石室の形態は九州系とされ、防府市内では同様の九州系複質構造の石室として、車塚古墳、黒山三号墳、高山三号墳が知られる。ありがとうございます。